22歳で突然、ステージ3の気象癌、発覚、嘘だよ。癌じゃないよ。現役アイドル、24、が語る、9時間の壮絶な手術、と孤独な入院生活、から続く、画像多数。左足の太ももには、壮絶手術、の傷跡が、ミニスカート姿で激しく踊る現役アイドル、菅原ひなさん24歳の、取り下ろしグラビア、をすべて見る22歳で気象がんの一種。 滑膜肉種と告げられた現役アイドルの菅原ひなさん。24歳の現在、所属するアイドルグループゆるっと革命団のステージでは、筋肉を20センチ以上も切除した左足の傷をかばいながら、パフォーマンスへと情熱を注いでいる。30歳を超えてもステージへ立っていられるように、と願いながら、将来への不安も。それでもなお、アイドルであり続ける意義とは、その胸中を尋ねた。 全2回の2回目、1回目から続く。奇跡的な回復で、ステージに復帰。故郷、新潟の大学病院での約4ヶ月、抗がん剤治療や左足の筋肉を20センチ以上も切除する手術もあった入院生活を経て、2023年2月9日にはステージ復帰。ライブ終盤、ファンに向けて挨拶しました。菅原ひなさん、以下、菅原、緊張はなく、やった。 東京に戻れると思って、両親と一緒に上京するのが楽しみでした。素直にメンバーやスタッフさん、ファンの皆さんにお礼をしたかったし、ライブでお世話になっていた新宿アルタのキースタジオでは、応援企画ガチャとして寄付のためにガチャガチャを企画してくださって、感謝の気持ちでいっぱいで、愛されているなと思いました。そこからパフォーマンスへ復帰するまでの苦労も、当初、 ダンスができなくなるかもしれないと医師に告げられながらも回復したのは奇跡的です。菅原パフォーマンスができるようになるまでステージ復帰から1ヶ月ほどかかりました。リハビリに励んだのではなく日常生活で自主的に感覚を取り戻していったんです。基本的な運動がままならなかったのでしゃがむ練習をしたりエレベーターを使わずに意識して階段で上り下りしたり3月2日の誕生日に 杖をつかずに歩いてみようと勢いに任せて杖を手放してみたら歩けたんです。その後パフォーマンスに復帰したステージがあって緊張もせずみんなに踊る姿を見せられるとワクワクしました。